I don't care that my mind's gone insane and my heart will burst into flames. I don't care about the heartache and pain, just don't let the memories fade. クレイジーハネムーンのリキアです。前回の動画でですね、旅中にできる仕事12選ということで、旅と、ね、相性のいい仕事っていうのを、まあ、私の経験ベースとあとは私の知人の、ね、経験ベースでお話ししていったんですけども、今回はその中でも、僕がね実際に今行っている仕事っていうのを紹介していこうと思います。どうやってその仕事にたどり着いたのかだったりとか、どうやって新しい仕事を引っ張ってきているのか、そして、まあ、どのくらい稼いでいて、なぜその仕事をやっているのか、なんてことを、まあ、今から説明しようと思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。まずね、この動画が初めての方もいらっしゃると思うので、まあ、軽く自己紹介をしますと、僕はですね、大学時代に世界一周をして、社会人になってからも、2周目世界一周をして、で今現在、奥さんと一緒に世界3周目新婚旅行の旅に出ています。これはやばいわ。チャンネル登録お願いします。まあ、こんな感じで11年近く、まあ、ずっと旅をしているような生活をしてるんですけども、まあ、よくね、どんな仕事をしてるのかとか、なんでそんなに旅に出れるのかっていう、お話をね、いろんな方からされます。一つはですね、旅のね、こうハックスというか、旅中どうやって安く航空券を取るかだったりとか、どうやって、ね、安い宿を見つけるかとかっていう、その旅中のね、かかる経費をすごく減らすのが得意なので、まあ、そういうのがまず一つあると思います。このね、旅中の経費を減らす方法についてはまたね、後日動画を作ろうと思うんですけども、まあ、もう一つは旅中にね、仕事をすることができるっていうのが僕の場合すごくね、強いんじゃないかなと思っています。で、今実際にじゃあどんな仕事をしているかというと、まず一つは、東京都にですね、シェアハウスを経営しています。で、シェアハウスはですね、旅人と酒飲みが集まるシェアハウスっていうコンセプトでやっていて、今ね、5年経ちました。で、まあ、今後もね、シェアハウスの経営っていうのは続けていこうと思っています。ちなみに、ハクナマタートという名前でやってるので、ぜひね、概要欄に貼っときますので、ぜひチェックしてみてください。そしてライターですね。これは僕が今やってる仕事の中で一番長いか、まあ、シェアハウスと同じくらいかな、長い仕事で、まあ、俗に言うトラベルライターというんですけども、旅先のね、景色だったりグルメ情報だったり、例えば観光情報だったりとかを文章にして写真と一緒に、納品するといった感じで、まあ、トラベルライターという感じでやっています。で、トラベル関係だけじゃなくて、もともとトラベルライターだったんですけど、今はいろんなね、グルメ関係だったりとか、まあ、その他のね、記事もちょいちょい書いて、います。で、まあ、このライターっていうのは、文字を書くだけじゃなくて、撮影とインタビューっていうのも込みでやっています。で、三つ目が、まあ、自治体関連の仕事なんですけども、これは観光業関係ですね。観光客がね、あまり集まっていないような、自治体から連絡が来て、まあ、どうやったらもっと観光客を増やせるかアイデアが欲しいっていうものだったりとか、実際に旅してみて、こういうところをもっと改善した方がいいのっていうことを教えてもらいたいみたいな感じで、去年一昨年かな、まあ、結構そういった自治体関連の仕事っていうのが、まあ、日本の各地からいただいていました。そして4つ目がインバウンド関連ですね、まあ、インバウンドの集客を主にやってるんですけども、もともとね、シェアハウスをやっていたこともあって、民泊をね、やっていたんですけども、2年前の夏かな、に民泊新法っていうのができて、うちのね、物件はその民泊新法を通過することができるんですけども、僕が今やってるシェアハウスが荒川区、東京都の荒川区にあって、そこのね、規制が結構厳しくて、で、まあ、できるっちゃできるんだけども、ちょっと収益的にきついということで、
今は民泊はねやってないんですけども、まあその時に民泊辞めた代わりに海外の観光客の方が日本に来た時に体験を提供する方と体験したい外国人の方をこうマッチングするみたいなホームページを実際作っていて、ホームページで今集客っていうのをやっています。なのでまあホームページ制作かな、主にまあインバウンド向けにそういったことをやっています。で最後がまあ動画撮影なんですけども、まあこれは本当1年半ぐらい前からかな、少しずつ仕事になってきて、企業の PR 動画だったりとか結婚式のオープニングムービーだったりとか、まあそういったものを仕事として引き受けて撮影して納品しています。で、まあ、この中で旅と相性がいいもの、旅中にできるものって考えるとシェアハウス系はねちょっとどうだろうな、まあ実際全部できるんですけども、例えば動画撮影とかっていうともう行き先が決まっちゃうんで、こう自由の旅ができるかっていうとできないし、自治体関連っていうのもまあ自治体からオファーをいただくので、自分が好きに旅をしているところでそこで仕事ができるってわけじゃないので、まあ完全なフリーな仕事ができるかっていうとちょっと違うかなと思います。まあ、インバウンド集客、これはホームページさえ作ってしまえばあとはもう体験を提供するね方とはこうメッセージ SNS でやり取りすればいいので、まあインバウンド集客は一応できるかな。でライターはまあもちろんできますし、まあだからこの2つかな、ライターとインバウンド集客っていうことに関しては旅との相性すごくいいなと思っています。で、今回はまず初めて旅人が仕事を受けるならっていうことを考えるとライターが一番いいと思うので、実際に僕もねライター業っていうのを一番最初に取り掛かったので、入り口としてはねいいんじゃないかなと思うんで、まあライター業に特化してお話をしていこうかなと思います。でまずじゃあ自分がどういった経緯でライターになったかっていうと、まあ、決してね国語能力がすごく高いとかっていうわけではなくて、むしろね5教科の中で一番苦手だったのが国語ですね。というかもう10教科の中でも一番苦手だったのが国語っていうぐらい国語が本当に苦手で、文章とかも本当にアレルギーが出ちゃうぐらい嫌いなんですけども、まあ、今も実際嫌いなんですけども、じゃあなんで僕がそうやってライターになれたかというと、まあ大学時代にね結構いろんなところに旅をしていて、まあ、生存報告をしてほしいっていう、まあ、友人だったり家族の依頼があったので、まあ、Facebook に写真とね文章をこうアップしていたわけですよ。で、こうやっぱいいねがねたくさんつくとやっぱ嬉しいので、少しずつねこう改善していってちょっと長い文章を書いてみたりとか、綺麗な写真、より綺麗な写真を撮ったりとかっていうことを、まあ、繰り返しているうちに、あるねメディアから、まあ、ウェブメディアなんですけど、あるメディアからこううちのメディアで書いてみないかということでオファーをいただいて、でその時僕って本当も国語言語がもう本当に苦手だったので、マジか一番僕が苦手な仕事じゃないかと思ったんですけども、逆にね自分が一番苦手なことを克服してみようっていう考えも同時に湧き起こって、そのメディアで執筆することになりました。で今回ねぶっちゃけの金額とかも10のくらい単位とかまでは言えないですけど、大体ざっくりとお話していきたいなと思います。でその一番最初に受けた、ライターの仕事っていうのが1記事1000円かなから厳選聴取とか引かれるんで、実際手に残るのが900円とかそんな感じだったと思うんですけども、まあ1記事大体1500文字ぐらいで900円ぐらいっていう単価でした。多分ね初めてにしてはいい方なのかな、わからないですけど、まあ初めてにしてはいい方なんじゃないかなと思う。このメディアでこうランキングっていうのが表示されるんですよ。この1ヶ月一番読まれたランキングみたいなのが表示されて、で、まあ、どうせだったら1位になりたいなと思って結構いろんなね面白い記事を書いてみたりとか、サムネイルキャプチャーショットをすごくねこだわってみたりとか、写真にこだわったりとか、あとは人が行かないようなところに行ってみたりとか、タイトルにこだわってみたりとか、いろいろこう試行錯誤していったら結構ねこうランキングで上位にいつも表示されるようになって、そのね記事を見たあるね大手旅行代理店から、うちのメディアに書かないかということで、そこで一回ステップアップすることになりました。で、その後はその大手超大手旅行代理店なんで、そこのメディアが結構ね露出頻度が高いので、そこで書いた記事を、ね、見てくれた他のね旅行代理店だったりとか、他のこうグルメ関係のねメディアの方からもうちで書いてみないかっていうことでいろいろ広がっていって、今実際に継続してるのは 3,4 倍体なんですけど、1年間通すと10倍体ぐらいのメディアでいろいろ執筆をさせていただいてます。で金額的に言うと、いいところだと1記事3万円ぐらいですね。3万円で安いところでも1記事最低でも1万円以上、1万5000円ぐらいか今一番安いので
なので1万5000円から3万円ぐらいの間の単価で、記事を書かせてもらってます。これは多分相当高いと思うので、大体1500字ぐらいで3万とかってなると1文字20円になるのは、20円なんでかなりね割はいいんじゃないかなと思うんで、まあこういった感じでステップアップしてきたとこういった感じです。で、ライターをなぜ皆さんにお勧めするかっていうと、まあ、理由はいくつかあるんですけども、一つは特殊なスキルっていうのは必要ないんですよ。例えばプログラミングとか動画編集とかウェブデザイナーとかホームページ作成するとか、まあ、そういったことってある程度知識とスキルが必要なことなんですけども、まあ、文字を書くっていうことはもう誰しもが小学生の頃からやってることなので、まあ、そこは誰でもできると、入りやすいっていうのはまず一つ言えると思います。で、二つ目が旅との相性がめちゃくちゃいいってことですね。旅ってもうこの上ないコンテンツなわけですよ。もう誰しもが旅が好きで、誰しもが旅のね動画だったりとか旅のテレビとかを見たいって思うわけじゃないですか。だから実際に旅のテレビって日本で多いみたいですけど、すごくねやっぱ人気があるから多いわけで、旅がね自分ができない時でもこう旅をしているような雰囲気気持ちになれたりとか、まさに今とかね、こう病気が感染症が増えてて自分は旅に出れないけど旅している今文章だったりとか綺麗な写真を見るだけでこう自分が旅している気持ちになれるっていうメリットがあって、旅というコンテンツがめちゃくちゃ需要があるっていうところですね。まあ、なので基本的に自分が旅をしていればそこでの経験や景色だったりとかっていうのはもうコンテンツになるんですね。なので文字を書くためにどこかに行くとかじゃなくて、自分が行きたいところに行ってそれを仕事に変えれるっていう、まあ、めちゃくちゃいいですよね。そういったことができるので、旅との相性がいいなっていうのはすごく大きいなと思います。で、あとは何年か前にこうライターの方でこうすごくね天才をしていた、ブログに社債の債って書いて天才をしている方が多くて、ですごい、ね、話題になった事件があったんですよ。ウェルプっていうウェブサイトとかで、医療関係のメディアなんですけども、まあ、ほとんど天才で、かつ情報のソースがはっきりしていないみたいなことがあって、それ以降ってこう一次情報の価値っていうのがすごく高まったように感じたんですね。実際にそれ以降で僕にねオファーがあったメディアのこう単価っていうのがすごく高くなったなっていうふうに感じていて、なのでこう実際に自分で経験している一次情報っていうものの価値がめちゃくちゃ上がったんですよ。で、旅をしてる方ってもう一次情報をめちゃくちゃ抱えてるわけじゃないですか。自分で実際に行ってるわけなんで、実際に読者の方もそういった一次情報にすごく興味があるわけで、たまにねこうメディアで実際に行ってない人が書いてて、でインスタグラムのポストとかを引用しているパターンのメディアとか結構見るんですね。あれってやっぱちょっとげんなりしちゃうじゃないですか。やっぱ書いてる人がそこに行ってないっていうと、なんか信用度もちょっと下がりますし、なんかねワクワクしてこないというか、まあそういうのがあると思うんですけども、実際に自分で旅をしていたら全てが一次情報なので、誰も持っていない情報をあなたが持っているという状況になっているわけなんですよ。なのでライターと旅っていうのはすごく相性がいいなと思っています。で、ここで、まあ、どうやって仕事をゲットすればいいのかっていう話になるんですけども、まあ、僕の場合は結構運が良くて、やっぱ SNS でこうめっちゃ発信してて、刺さったっていうのがあるんですけども、まあ、それがね、必ずそうなるかどうかっていうのは保証はないわけで、確実にライターとしてこれからスキルアップしていくなら、仕事をね、募集してるウェブサイトを使用して、まあ、少しずつステップアップしていくのがベストだと思います。で、やっぱ有名どころで言うと、ランサーズとか、クラウドワークスとかココナラっていう、まあ、クラウドソーシングサイトですねがすごく有名で、まず最初はここから始めるって方結構多いと思います。ただやっぱりこの辺のウェブサイトってめちゃくちゃ有名じゃないですか。なのでこの書き手の方がすごく多くなっちゃって、でクライアントの方はその中から選べるっていう、クライアントの方が強い立場に立ってしまうので、やっぱ単価とかすごく安くなってしまうんですね。なので僕はランサーズとかクラウドワークスとかを使ったことないんですけども、まあ、一つね、クラウドソーシングのすごくおすすめのウェブサイトがあって、それがまあサゴジョっていうウェブサイトなんですけども、これはなんと旅人に特化した人材派遣とか、旅人に特化した職業案内所みたいな感じの会社で、旅人のね、ポテンシャルを最大限に発揮する仕事っていうのをいろんなクライアントが取ってきて、旅人にこう、分けていると、これがねすごい、ね、素晴らしいですよね。社長の方もねもともと旅人だったみたいで、まあ、働いてる社員の方もねほとんど旅人の方が多くて、
なのでね、こう旅人の強みだったりとかっていうのをね、うまくね、クライアントにプッシュすることができるので、他のね、ランサーズとかクラウドワークスとかの仕事と比べても単価もいいですし、要件も、ね、結構いいものが多いので、まあ、こういったサイトを使ってみる、最初はっていうのがおすすめです。まあ、佐古城は結構ね、旅人の中で人気なので、仕事が、ね、アサインされるかどうかは分からないので、まあ、佐古城はもちろん必ずこう登録してもらって、それ以外にもランサーズとクラウドワークスとココナラっていう、まあ、クラウドソーシングサイトっていうのを使っていくっていうのがまず第一段階で、あったらいいかなと思います。で、そこから僕がこう辿ってきたように、その各メディアで最大限の力を発揮して、で他の媒体に目をつけてもらって、向こうから声をかけてもらうっていうのが一番いいんじゃないかなって僕は思ってます。やっぱこっちから、ね、営業しちゃうと、やっぱ足元見られちゃうというか、こっちがやっぱりお願いしちゃう立場になると、こうなんだろうな、力関係のバランスっていうのはちょっと相手が高くなってしまうので、やっぱり向こうから声をかけてもらえるような状況を作り出すっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。じゃあどうやったら他のメディアの方から声をかけてもらえるか、そしてどうやったら、多くの、ね、仕事を受けることができるかっていうことを、まあ、僕なりにね、説明していこうかなと思います。まず僕がいつも意識していることは3つあるんですけども、とにかくまずは素早く提出するということで、期限を守るっていうのは、もうフリーの仕事をしている上では絶対に大事なことなので、まあ、これは当たり前なんですけども、その中でもすごくね、早く出すってことを意識しています。で、早く出すとどういうことが起きるかっていうと、その編集者の方やそのクライアントの方は、この人はいつも本当に早いなと、まあ実際僕誤字脱字とかちょっとあるんですけども、まあそれは置いておいて、この人は早いからいつお願いしてもすぐに必ず対応してくれるなっていうふうに思うわけですね。で、やっぱりそのクライアントがちょっと記事がね足りないっていう時だったりとか、あとは他のねライターの方で、やっぱクライアントっていろんなライターを抱えてるんで、他のライターの方でちょっと提出期限が間に合わないって時に、やっぱりこれどうしようって時に、この人にお願いしたいなって思われるようなこう位置をね作るんですよ。で、そうするとやっぱりこういざという時にたくさん頼られて、でいざという時にちゃんと成果を出して相手の要望に応えると、よりねこう評価っていうのは上がっていくと思うので、そこでまたじゃあこの人にこれから仕事をもっと依頼しようだったりとか、この人に依頼するね仕事はもうちょっと単価を上げようとかっていうふうに、クライアントの方は思うと思うんですね。で、そういった信頼関係を作っていくっていうのはフリーの方はね絶対に重要なことだと思うので、ぜひ意識してもらえたらなと思います。で、2つ目は写真へのこだわり、これはねかなり大きいですね。で、ライターの方ってやっぱりどの方も文章めっちゃうまいんですよ。で、基本的にやっぱライターになってる時点でこう本を読むのが好きだったりとか、もうアウトプットをするのが好きな方っていうのが多いので、やっぱりねほぼほぼ十中八九文章めちゃくちゃうまいんですよ。てかもう本当に世の中のライターの人もう本当全員僕より文章うまいんじゃないかなと思うぐらい文章めっちゃうまいんですね。ただライターっていうのは、まあ、文章だけじゃなくて写真もね一緒に納品することが多いわけですよ。まあ、時にはねプロカメラマンの人と一緒に同行して、ライターの方はインタビュー兼執筆で横にプロカメラマンがいるって言った取材方法もあるんですけども、まあ、そうじゃないことが、まあ、大多数なんですね。で、そうなった時に、写真っていうのもすごくね記事の品質を保つ上ですごく大事だと思うんですね。で、じゃあ文章が上手い人がみんな写真が上手いかっていうと、まあ、実際そうではないわけですよ。やっぱりライターの中でも、まあ、iPhone とかで写真を撮っている方もいたりとか、あとは、まあ、カメラを使ってるけど基本的なカメラの技術を持っていない方だったりとかもやっぱり結構いるので、ここで差はつけたいなと僕は思ったわけですよ。やっぱり、ね、この年になると今から文章を書くのが上手くなるっていうのは、まあ、少しは上手くなりますけど、やっぱり、ね、子供の頃と比べるとね伸びっていうのは、ね、そんなに良くないと思うんですけども、写真っていうのはね学べば学ぶほどもすぐに、ね、やっぱりゼロからスタートなんで、学べば学ぶほどすぐにこうアップしていくんで、ここで差をつけたら大きいんじゃないかなと思って、まあ、結構カメラをね僕は勉強しました。で、しかもやっぱり記事ってこう写真の方がこうスペース的には大きいわけですよ。写真ってでかいんで、文字ってめちゃちっちゃいんで、なのでこう記事を全体を通して見たときに、写真のクオリティが高いだけで、あ、この記事いいなって結構潜在的に思ってしまう人が多いと思うんですね。なので文章力をめっちゃ上げるより、写真をうまく撮れる方が多くの仕事を手に入れる近道なんじゃないかなと僕は思っています。かつプロのカメラマンと一緒に同行して取材をするっていうケースがもともとはたくさんあったんですけども、今は全くないんですね。それはなぜかというと、まあ、この人だったら、まあ、ある程度ちゃんと綺麗に写真撮れるから別にプロのカメラマンに費用を払わなくても
この人に取ってもらえばいいかなっていうふうにクライアントが判断してるわけで、そう考えるとクライアント的にも経費がかからなくなるので、この人にもっと仕事をお願いしたいなって思うきっかけにもなりますし、この人の単価をじゃあもうちょっと増やしてあげようかなって思うきっかけにも絶対になるはずなので、まあ、カメラもねちゃんとしたものを購入してある程度の技術を磨いてライター業に挑むことをお勧めします。これねめっちゃお勧めです。本当にね、あのやっぱめちゃくちゃ文字が上手くても、あの写真がちょっと残念だなって人結構いらっしゃるので、あの写真の技術っていうのはね、あの学んでそうもないと思うんですね。3つ目は人との違いを出すということですね。まあオリジナル感を出すということです。で、実際に例を出すと、グルメメディア、ある超大手、日本の大手のグルメメディアでも執筆をしてるんですけども、初めてねそこのメディアで執筆をした時に結構あの編集の方にね、ダメ出しをされたんですね。この文章はおかしいと、めちゃくちゃダメ出しされたんですよ。で、もう僕はそのダメ出しされたことがすごく良かったなと思っていて、まあ、かなり勉強になるんで、あのこれは自分のステップアップに、あのすごく必要だな、自分のレベルアップに必要だなと思っていたんですけども、やっぱり他のねライターの方の文章によってめちゃくちゃクオリティ高かったんですよ。もう今まであの僕がジョインしたメディアの中で一番多分クオリティが高いなと思っているんですけども、そんな中で仕事の数っていうのは限られてて、他にこう文章が上手い人がたくさんいる中で、なんで文章下手な僕に仕事をくれるかって考えた時に、これはそのうち仕事もらえなくなるなと思ったんですね。で、写真はもちろんこだわっていましたけど、写真だけじゃなくて、まあ、他の方でも他のこのライターの方も写真も上手くて、しかも文章も上手いって方がすごく多かったんで、これは何か別の視点で僕らしさを出さなきゃいけないなとある時思って、で僕はこういろんなところにね、あの旅をしているっていう経験があるので、この旅をねかなり絡めた文章を書くようにしたんですよ。まあ、グルメと旅って結構相性いいと思っていて、まあ、旅先で美味しいものを食べるっていうのはこうセットじゃないですか。世界各国、日本全国にこう郷土料理っていうものがあって、まあ、料理っていうのは文化なので、旅とねグルメっていうのはすごくね密接に関わってると僕は思っているんですけども、なのでこのグルメの記事なんですけど、旅要素をめちゃくちゃ入れ込んだんですよ。そしたら僕に担当していた編集の方が、これはめっちゃ面白いと、今までこういったライターの方はいなかったというふうに話していただいて、そこからねすごくね安定的に仕事を供給してもらうことができました。で、まあ、今でもね多分僕あののメンバーの中で一番本当に文章下手くそだと思うんですけども、それでもねあの安定的に仕事をいただいているので、他の人との違い、やっぱオリジナリティっていうのは本当にこうライターに必要なことなんじゃないかなと思います。やっぱりねありきたりの文章は誰でも書けちゃうし、やっぱりこうさっきも話したように一時情報に価値があるっていう今のこの時代に、ありきたりのことを書いたところで、まあ、全然意味がないと思うんですね。なのでやっぱりオリジナリティだったりとか、その人ならではの経験だったりを盛り込んだ文章を書くと、より多くの仕事に入ってくるんじゃないかなと思います。逆にね僕はトラベルライターを依頼されるときはこうグルメ要素をめっちゃ強くぶち込むんですね。で、僕本当グルメ大好きで、旅行よりも好きっていうぐらいグルメ大好きなんで、ある程度グルメに関しては、まあ、詳しいと、まあ、自負してるんですけども、まあ、他の、ね、ライターの方はやっぱり旅行には詳しいですけど、グルメがめちゃくちゃ詳しいかっていうとそうじゃない方もいらっしゃると思うので、僕はねグルメに強いトラベルライターみたいな感じでこう売っています。そうするとね、やっぱ他の方との違いが出るので、あのより多くの仕事をいただいたりとか、グルメ推しの記事を書いてほしいっていう時だったりとかは絶対僕に依頼が入ったりとかっていう感じで仕事がね途切れずいただけるのかなと思いますといった感じで、まあ、今回は旅と相性のいい仕事はライターだということ、そしてライターの仕事はどうやって手に入れればいいのかということ、そして安定的な仕事を得るにはどうすればいいのかということを紹介しました。こんな感じで他にも結構いろいろ仕事してるんで、これからもねなんか他の仕事のこととかで、旅とね相性のいいものっていうのを紹介していけたらなと思っています。旅とね仕事を両立したいという方、ぜひねライターという職業も考慮してみていただけたらなと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。